どうも皆さん、ごきげんよう、ノーキンハンクと申します。よろしくお願いします。はい、という感じで今回の動画なんですけども、縛りの無課金プレイをやっておりまして、ただいまストーリーの5章5話まで来ております。今回そこをね、挑戦していきたいと思います。その前にですね、お知らせがまあ2つありまして、まず1つ、今ね5章の5話に来てるわけなんですけども、普通じゃ手に入らない心が手に入ってしまいました。見ていきましょうか。それがですね、はい、心、はい、こちらです。でん、青色のやつ来ました。キラーマシンの心がね、なんとね、運よく手に入ったんですよね。で、見てくださいよ、これね、装備すると、はい、素晴らしい、すべてのステータスが上昇します。 S のしびれダンビラを差し置いて D のキラーマシンが猛威を振るっております。つけましょう。今ですね、これね、あのストーリー進まなくてもね、はい、ここのランタンでね、難易度の調整できるんですよね。はい、これを見た時に、はい、こちらにね、まあ、キラーマシンであったりとか、キラーパンサーとか、キングスライム、まあ、ドラゴスライムとかね、この辺がね、ストーリー進んでなくてもね、出てくるんですよね。はい、ここを狙ってね、結構周回してました。やっぱりね、敵はめちゃめちゃ強いんでね、油断したらね、やられてしまうんですけどね、あのドロップした時はね、マジで嬉しいですね。ストーリーがそこまで行ってないのに、そこの強い心がね、手に入るということはね、結構いい感じです。はい、次にですね、S の心がね、2つほど手に入りましたんで、それがですね、まず1つがですね、今ね、来ております、これ。はい。めっちゃね、すごないですか、これ。ブリストナイトがね、もううじゃうじゃおるんですよね。A も4つ落ちましたんでね、これ S 作れますよという状態ですね。はい、そしてこれ、激レアさんですね。桃色3姉妹の S 取れました。はい、今回はこの S が2つ、取れましたんで、ガチャをね、2回引いてから挑戦していきたいと思います。いやー、ガチャを引くのがね、めちゃめちゃ久しぶりですね。今回ね、これ、どうしても引きたかったガチャですね。はい。闇騎士装備の福引きです。これ欲しすぎる。マジでね、全体攻撃の強いやつがね、そろそろ欲しいんですよね。で、今まではね、ちょっと星4装備でもね、結構良かったんですけども、結構ね、星4装備がね、潤ってきてるというか、今回のイベントでも手に入りますんで、もうここはね、星5狙っていきましょう。まあ、狙っても当たるもんじゃないんですけどね。じゃあとりあえず2回引いていきましょうか。今回もジェムを使って引いていきます。さあ、お願いします。変わるかな。単発ではなかなか変わらんよね、これ。はい、イベントこれ何にも起きないですね、これ。あ、マジか、マジか。はい、うん、これは、まあ、まあ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 、いいでしょ、いいでしょ。後で見ましょう。なんか良さそうな気しますけどね。はい、じゃあ2回目いきましょう。頼むよ。あ、あ、これはピカピカしてますけども、変わるかな。あー、マジか。頼む、武器、武器を頼む。違う、きっと違う。どうしてこうなってしまったんでしょうか。星5の数ある装備の中で王者の盾が被るというこの異常事態、確率で言ったら天文学的数字じゃないでしょうか。テンションが全く上がりません。まあまあ、いいでしょう。一応戦力アップというのは間違いないですからね。はい、じゃあね、あのストーリーの5章5話クリアしていきたいと思います。それでは行きましょう。レディゴー。はい、ボスの前まで来ました。今回はね、甲冑ありと鬼面同士だったかな。はい、その3体ですね。おそらくなんですけども、今回結構余裕じゃないのかなと思いますね。心もね、結構充実しましたし、今回ね、大好きな王者の盾も出ましたんでね。はい、どうしていきましょうかね。とりあえず片方ずつ倒していくということなんで、タイガークローで鬼面同士を叩いていきましょう。はいはい、346、いいダメージじゃないでしょうか。でね、真ん中の甲冑割がね、寝るみたいなんですよね。行きましょう。さあ、一発目から寝てくれるでしょうか。寝ましたね、ありがとうございます。もう永久に寝といてください。攻略の邪魔をしないでください。じゃあスカラ、スカラいらんかな、どうしようかな。これ
特にすることないんですけどね、一応巣からかけておきましょうか。なんとなくね。はい、さあ、あ、危ない、そんなことしてくるんか。さあ、単体攻撃をするんであれば、はやぶさ切りですね。はい、これが多分一番威力出ますね。はい、いいですね、いいですね、いいダメージですよ。はい、狙み、いった。耐性で100か、結構ダメージ通るねこれ。はい、早めに1体ずつ調理していきましょう。はいはい、さあバイシジョンかけましょうか。戦士にかける、はい、戦士にかけてみましょう。はい、さあ、ここはですねちょっと回復しておきましょうか。はい、それね、両サイド魔法使ってくるからね、あんまスカラかけてもね意味ないんすよね。はい、はやぶさ切り、オッケーオッケー、432、いいダメージですね。メラミ、あー強い、集中砲火だけやめてくれよ。オッケーオッケー、いいよいいよ、まだ余裕まだ余裕。はい、あ、色変わりましたね。結構体力なさそうですね。はい、やっぱおじいちゃんですから体力がもうないんでしょう。じゃあバイシオン2段階強化しましょうか。もう、はい、ここで一気に畳みかける、序盤で畳みかけていきます。癒しの風しておきましょうか。2人ダメージ食らってますんでね、いい回復量ですね。はい、じゃあはやぶさ切り、2段階強化のはやぶさ切り、はい、500くらいいくかな。いいねいいね、強いぞこれ。1体落とせたら相当有利ですこれ。はい、で多分そろそろカチュアリがね起きるんじゃないのかなとは思うんですけど、まあね、まだ寝てるんで放置しておきましょうか。はい、倒してこれ、あ、来た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 、やっぱだいぶ安定しますね。はい、バイシオンかけましょうか。はい、ガンガン火力を上げていきましょう。多分ですけど起きると思うよね。まあでもちょっと回復しておきましょうか。そろそろ起きるでしょうアリは。はい、さあ早めにねこっち勝利しておきましょう。バイツー、いいダメージ、あ、うーわー切った、最悪やそこ、やば、ちょ、やばいわ、それは本当にやばい、それはやばすぎる。なんかで、ね、直せるんやったっけな、満月そうやったっけ、ま、これ、ま、いや、ま、違う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 、これ混乱を解く、来ましたわ。はい、オッケー、危なかった、アイテムがあって本当に良かった。はい、タイガークロー、あれは本当に危ない、あいつが混乱になったらマジで殺人鬼になるからね。じゃあどうしよっかな、これ別にやることないな、これ、スカラかけとくか、とりあえずなんとなくここにかけておくの。はい、さあそろそろアリが起きると思うんですけども、はやぶさ切りしておきましょう。はい、いいダメージ、はい、出たよ、ちょっと待って待って、次ちゃん、それ順番、次ちゃん大丈夫かな、うわー来た、それ待って、これは自分で使うか、自分で使うしかないよなこれな、危ない危ない、え、俺も違うの使った、え、なんでなんで、あ、本人じゃ微妙なんかこれ、え、本人じゃあかんのこれ、まあいいや。はい、じゃ あここはスカラでもかけておきましょうか、アリが起きたんでね。はい、そろそろ鬼面同士の名前の色が赤色に変わるソロじゃないでしょうか。はい、あ、やばい、バイシオン切れるぞ、次もう一回かけとかんと、うわー、そればっかり、それ強いんよな、アリさんのそれ本当に強い、ここで落とせ。はい、あ、まだか、うわーっと、これはちょっと微妙なとこですね。バイシオン切れるんでかけ直しましょう。はい、そしてここはね回復しとかないと大変なことになりそうです。やっぱここまで来ると敵強いな、全体攻撃のダメージが半端ないですねこれ。はい、鬼面同士ここで落とせるでしょう、 OK です。あとはアリのみとなりました。いや、そればっかりすんの、単体攻撃全然してこへんやん。じゃあですね、サミダレ、いや、タイガークローでいいかな、タイガークローにしときましょうか。はい、多分そんなにダメージ変わらんと思うんでね。さあここはですね寝かしてたいところなんですけど、バイション切れそうなんで2段階強化をしておきましょう。ここはねもう攻めの姿勢でいきますよ。
はい、全体回復をして、ここどうしましょうかね。サミダレ斬りの方がダメージ出るかな。4回攻撃の方が、なんとも言えんとこやね、これ。うわー、そればっかり危な危な、僧侶危な。え、このカッチ割りってそれしかせえへんの。はい、とりあえずサミダレ斬りしてみよう。おー、いいね。600付近のダメージが入るみたいですね。ここは寝てもらう。ちょっと2回目寝るかな。そんなすぐにはねえ。あー、ほらな、きついわこれ。前のパターン入るぞこれ。うわー、これどうしようかな。僧侶めっちゃ食らってるんやけど、やっといた方がいいかな。これベホイミの方がいいかな。ちょっとベホイミにしときましょうか。上2人はね、まだ結構ね、HP に余裕がありそうなんで。はい、はい、わあ、外した。やばい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 、守備が元に戻ってしもうた。サミダレ好き、このクリティカル入ってほしいな。はい、あ、マジか、すごいすごいすごい。音声認識、じゃあ寝てもらいましょう。もう寝てくれ、頼むわ。はい、あー、もう寝ることをやめたのかお前も。一回寝たらもうそっから8時間ぐらい寝へんやつおるおる、ほんまに。うわー、どうしようかな。これは回復しようか。はい、はい、さあこれで、いや、これどうしよっかな。サミダレ斬りするか。サミダレ斬りをしての、そしてここからは危ない。さあ、バイシオンが、戦士のバイシオンが切れかかっておりますが、甲冑ありの HP がもう多分なさそうですね。多分もう攻めましょうか、これみんなで。おお、マジか、750。さすが武闘家、強いですね。はい、まあ今回もね、結構簡単にクリアできましたね。ありがとうございます。はい、ということで今回も無事ストーリー、5章の5話クリアすることができました。次回は、5章の6話挑戦していきたいと思います。もうさすがにね、ここの先はね、今までだったらね、心が強くて結構安定してましたけども、心のレベルも追いついてきてるということなんで、かなり大変なバトルになるんじゃないのかなと思いますが、頑張って攻略していきたいと思います。はい、という感じで今回の動画を終了させていただきます。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。